ポップティーン TV メルルです。ネオです。二人合わせてネオメルです。シャキーン。はい、今ですね、ミルクフェドさんの撮影をしてます。イエーイ。そうですね、撮影環境もすごく良くて、すごいオールホワイトな、すごい式場っていうか、なんかすっごく楽しい撮影をしておりますですね。はい、そうですね、はい、はい、はい、です。昨日からメルルすごいテンションがおかしくて、ついていけるか不安なんですけど、頑張って撮影していきたいと思います。やっていいのか。はい、ネオでした。メルルでした。バイバーイ。頑張るぞ。あ、ちなみにこれはミルクフェドさんの撮影なんですけど、ミルクフェドさんといったロゴなんですよ。帽子にも今ロゴがあると思いますし、ここにもねロゴが入ってると思うんですけど、今年ねロゴが流行るということで、いろんなねロゴのものを紹介しつつ撮影していきたいと思います。じゃあ着替えます。バイバーイ。ごめん。美しいですか？もうクリオパトラかと思った。ありがとうございます。のんちゃん、今日も可愛いね。リコタン、今日も笑顔だね。はい。どうしたんですか？おはようございます。おはようございます。おしゃれヤンキーが。そう、ワンピースがね、これそうなんですけど、オールジャンルいけるっていうことでね、なんとダーリーのワンピースもあるんです。そう、なんか竹感もちょっと大人っぽくて、その色味がね、ピンクとちょっとミント系のね、ブルーっていうのグリーン系な感じで、すごい春夏らしいワンピースとなってます。あとね、このね、V ラインもね、ちょっと女性らしい感じで、たまにストリートいつも着てる子がデートでこういう服着てると男の子はキュンってするらしいです。だから皆さん着てみてください。続いてネオちゃん。はい、はい、ということでメルちゃんにバトンタッチをもらってネオ着替えてきました。こんな感じです。はい、ではですね、ミルクフェドさんって T シャツだけじゃなくてワンピースもあるということで、 T シャツワンピになっております。なんかデザインは結構 T シャツっぽいんですけど、ワンピースになってるので結構ガーリーすぎない感じなので、ネオみたいなストリートとかカジュアルな服を着る子とかはおすすめの服になっているんですけど、なんかこう帽子に蛍光で、靴下にもね同じ色の蛍光が入っているので、蛍光を入れることで今年っぽくなると思うので、そこもポイントです。はい、じゃあメルちゃんにバトンタッチします。じゃーん、メルルです。はい、今回はですね、ちょっとギャルみたいな感じなんですけど、はい、ミルクフェドでもオールジャンルいけるってことで、ちょっとギャルみたいな感じにしてみました。でもね、ちなみにね、これイヤリングもこのサングラスもこのね、T シャツもカバンもなんとこのズボンもね、ミルクフェドなんですよ。はい、これからちょっと撮影に挑みたいと思います。スリッパ、はい、マジギャルマンジ。私が聞いてください。皆さんは知らないノアニャンの裏側を知ってますね。とある日なんですけど、渋谷で遊ぶって約束してたんですね。で、まあ、5時半に約束したっていうことにしとくんですけど、そしたら5時半になっても連絡が取れなかったんですよ、ノアニャンと。やばいって言って電話したんです。そしたら、ノアニャン、今日やめとくみたいな言ったら、ごめんです、お腹痛いみたいな。で、準備途中なんだけどねみたいな。で、あれの時は本当よ、なかったけど。それで、まあ、亡くなったんですよ。で、次の日また時間になっても何やか連絡来なくて、あ、もうこれはまたなんか行きたくない日なんだなと思って。そしたらもう知らぬ間に亡くなってた、その予定が。自然消滅した。自然消滅した。あ、だからこの子は皆さんが知らないと思うんですけど、すごく気分屋なんです。でも最近はあれですよ、有言実行をすごいしてるんですよ。はい、次。
はい、ということで着替えてきました。なんかオルちゃんですね、ネオといつもと、ネオのいつものネオと全然違う感じになってると思うんですけど、これも全部ミルクフェドさんのやつです。バッグもね、そうだし、上も下も全部ミルクフェドさんなんですけど、オルちゃんっぽくしました。さっきと多分全然違うと思います。こうミルクフェドさんって言ったら結構ストリートのイメージ、カジュアルなイメージしかないと思うんですけど、こういうガーリーな服もあるので、可愛い系の女の子も、ノアニャみたいなね、ニコリコちゃんとかそっち系の女の子も着れる服がいっぱいあります。で、このリボンは別売りなんですけど、リピリボンとかネクタイとかつけるだけでオルちゃんっぽく制服っぽくもできると思うので、いろいろ着回しもしやすいと思います。これラストなんですけど、ミルクフェドは小物も充実してるよっていうやつですはい、このねベストポーチがミルクフェドなんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、そうこのねボックスロゴがねすっごく可愛い、でもここもって感じのカットでした。ありがたき幸せ。はい、ということでネオの最後の服かなはこちらです。ドゥーン。このね、さっきも着てた T シャツっぽい T シャツワンピーとミルクフェドさんのバッグで帽子です。どうでしょうか、なんかさっきと違ってまた結構カジュアルになってるんですけど、なんか色も結構暗い系なので、これを T シャツに、じゃあズボンにインしたりとかして T シャツとしてもいけるし、ワンピーとしてもいけるんですけど、これバッグがね、いいね、こう黒とね、赤なので、どんな服にも合わせやすい感じになっていると思います。で、こっちとこっちでまたデザインが違うので、最近ね結構こういう肩掛けのバッグにすごい肩掛け横掛けにハマってるので、こう全部真っ黒の服でこれをポイントして入れたりもいいと思うし、この帽子かぶるだけで結構こうかガーリーな服でも合わせやすいというか、色もすごい派手なわけじゃないので、全体的にいい服になってると思います。はい、ポニーリングじゃない。けどすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい、ラスト3、2、1。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。19歳の抱負を。そうですね、19歳になったということで、いろんなところで活動できたらなと思ってます。ありがとうございます。はい、ということでミルクフェドさんの撮影終わりました。ちょっとメルちゃんは次の撮影があっても着替えちゃってね、いないんですけど、はい、ということで結構いろんなミルクフェドさんの服とか小物を紹介できたと思います。今日はね、何日か前かな、レンポさんのお誕生日だったということで、みんなでちょっとお祝いをしてまあケーキがちょっとなってたんですけど、みんなでお祝いできて、ちょっとでお祝いできて嬉しいなと思います。本当におめでとうございます。はい、こんな感じでいつもポップティーンのみんなでゆるく撮影をしてるんですけど、頑張って撮影したのでポップティーン7月号かな、ぜひチェックよろしくお願いします。ではバイバイ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。そして毎週金曜夜10時国際放送中です。みんな見てねー。